皆さんこんにちは。フォーカス M 実況の伊達有沙です。そして解説は友竹正春が務めます。友竹さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。フォーカス M シーズン580回戦東杯の開始です。なおルールは一発裏ドラありの赤ありの M リーグルールで行われます。トンの一局、佐々木の親番でスタートいたしました。ドラはチュン。さあ、友竹さん、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと悪いですか、佐々木って。はい、いまいち。まあ、ツモが効いてくれればっていうところですね。うん、ハイパイだけ見たらちょっと厳しいかなっていうところ。おー、両枚四枚は病。早速噛んだ、暗冠です。両枚の暗冠。ドラも見たいしね。まあ、それもありますし、他に切る候補が今のところ見当たらないからっていうのもあるよね。あー、確かに。さあ、新ドラ吐く。三連敗ですね、両方。なんか大変な曲になりそう。どうなんだろう。どうなんですかね。チュン、ハクがドラです。はい、あ、ドラ、元ドラのチュン。両方使うのはちょっとね、厳しいところもあるんですけど。そうですね。チート位置だったら別ですけど。ああ、いいですね。うんうん。藤島、両方。まあ、両方持ってるんで、国士っぽいところもあったんですけど、それは見ないってことですからね。うんうん、今いいそうですから。そうですね。さあ、ウーマン引き。ああ、カンチーソー生まれでくっつき、ウーマンとサブローピンのくっつきを求めます。病、どっちがいいか悪いかですね、これ。病ね、79回戦ラス引いちゃったんでね、ちょっと苦しい展開で、ここは是が非でもね、うんうん、トップを取りたいでしょうから。吉田、赤ウーピン引き。あ、これはさすがに、あ、いった、積極的ですね、病。はい。さあ、ローピンとキューピンのシャンポン待ち、リャンマンを暗冠しています。ローピンとキューピンは藤島の手に1枚ずつ、1枚ずつ残ってるんですか。はい、行きづらいとこですけどね。うん、ただ他もちょっと行きづらいところもあるじゃないですか。ドラがね、扱いづらいものを持っちゃってる人はね。そうですね。さあ、積もれば16残2からヤンマンの暗冠をしています。ヤマイ、16残に違うな、800、1600だな。はい、ドラないですもんね。今一発だったら16残に、うんうん、ありがとうございます。ドラないんですもんね。はい、それ1枚ずつあります。さあ、ただターチャはね、このドラがチューン吐くっていう、ちょっと行きづらいですよ ね。自敗が切れてないですし、状況、はい、何を外していけばいいんだろうってなりますから。うーん、まあ、そういうところもうまく利用して自分が積もる時間を作りたいかなというところですよね。これでね、三面茶になってたとかは別にいいってことですかね。はい、だってね、佐々木と藤島がやっぱ苦しいんですよね。積極的には行きづらいですからね。四統一ですけど、親番佐々木です。吉田ですよね。これでトンぐらい行くのか。あ、行かないわ。行かないですね。やっぱこれ自敗が嫌なパワーなんだ。はい、あ、ペンチ一品生まれで、あ、でもな、吐くと気向いてるもんな。はい、両方切れないですからね。はい、1枚でも川に出てくれればっていうか、山井くんが積もってきてくれたら少しは進めれるんですけど、うんうん、吉田、ただトン、あ、キューピンがなくなった。いや、どうしましょう。川がね、ちょっと変則点もありそうな、ありますね、川ですもんね。え、だってそれこそ積もり三暗光数暗光系とかも、シャンポン待ちも十分考えられるんで、うんうんうん、自敗自敗のシャンポンとかめっちゃ、はい、あ、でもどうなんだろう、初から切ってるか、いや、もう分かんないな。だって関してめくれた表示牌が初だった。だから藤間くんの手がチート位置になってきてるじゃないですか。はい、なってます。だから山井くんもそういうごっつい手でもおかしくないだろうっていうのもあるじゃないですか。なんか対面同士が、自分がチートイズだと相手もチートイズみたいな、なんかありません？結構ありますね。ね、あれ不思議となんかあるなって思っちゃうんですよね。はい、だから自分がそういう感じの時は誰か一人がいてもおかしくないかなっていう、ねね、自分縦系だともう一人ぐらい縦系いてみたいな。まあ、でももう牌のね、パズル的な構造上分かるんですけど。さあ、ローピンが1枚、あ、ローピンもなくなってますね、失礼しました。もう山には残ってないんですね。うんうんうん、だ、山井くんとしては
流局しても仕方ないかなぐらいの気持ちでしょうから。町が町ですしね、はい、川すごいですよ。マンズとソーズしか切れてない、はい、ピンズ両ピン1枚ですからね。ピンズ両ピン1枚なんだこれ、はい、川に両ピン1枚しか切れてないあ、ドラ重なったけどね、まだチートイツリアンシャンテンですからね、はい、メンツテで言ってもねちょっと厳しいところもあるんで、ピンズを絶対切らなくちゃいけない形になっちゃうんで、完全安全牌もなかったっぽいですね、はい、今と多分ないですね。ワンチャンスの小さなワンチャンスの急走、これは流局するかな、佐々木が転牌できるかで、手開けられた時ショック受けるわけね、なんじゃそりゃってリーチのみの、これでイースーチーピンだったら上がりがあったかもしれません、うん、まあその間に他がどうなったかわからないんで、そうなんですよね、そればっかりは何とも言えないんで、うんうんうん、本当にこのリーチしたしてないで川が、はい、白が通ったポンはしませんね、はい、もう残り10名もないんで、うん、今からポンして間に合うから、でもちょっと佐々木止まってますよ、テンパイ、これ白ポンしてる、チーピン勝負するんだ、おいへー、勘違いそうのテンパイ、あります？あ、ないな。いや1枚あるんですけど。これないですね。川に3枚、うん。いや、マイクが使っちゃってるんでね。はいはい、見た目は1枚残ってるんですけどね。はい、そうですね。佐々木チーピン勝負して、カンチースのテンパイ取りましたが、これが山になく流局いたしました。さあ、親番の佐々木、そして山の開かれた手ですよ。うん。たわちゃん何を思うか。ちょっと待ってよって感じですよね。いや、でも今日一貫してね、山こういうカンちゃんとか、うん、的にまあ待たずにすぐね、テンパイ即利みたいなのが多いですね、うんうん、なんかそういう風に麻雀してみようかな、まあそういうのもあるかもしれないですね、うん、さあ流局して佐々木連チャンに成功しました。なんとね、連チャンできるとは、あの手がね、うんうん、本当に。さあドラは小さそうです。トンの一局一本は3色があるけど、3色ありますね。藤島に赤1枚、うん、佐々木はハクとシャーがドイツ、まあ白が出たら多分ポンはするでしょうけどね、どうしましょう、親ですからね、うん、トンが重なったのは病です、バカゼハイ4連携どうするか、うん、ドラチーそうですもんね、急走1枚ほぐす、ほぐしたんですか、うん、オーシャー自力でアンコです。佐々木今チュン切って、まあ2枚切れてるからなんですけど、1色僕はしないってことですね。本質はあんまり考えてないのかな。ちょっとね、あの色気が出ると、はい、まあその前の回前順にねペイも切っちゃってるんで、うんうんうん、これはもうリーチ主体の手組みですかね、はい、おドラ小さそうですが吉田ペンチーソーターツに手をかけます。だから1枚目の白は見送ってるんですよね。うんですね、ですね、次の白は泣いて多分ポンすると思いますね。白の実になっちゃう矢もうまくいくと、いやでもな、親ですからやっぱり連チャンしたいっていうのもあるじゃないですか。そうですね、今トータル的にもね、ここでもう一回トップ取れば、うん、かなり上位進出できますから、はい、79回戦トップでした、うん、さあ山井は選択、一応3色の可能性は残すってことですよね。6、7、8、5ロチか、5ロチかな、うんうん、どっちもありますからね、うんうん、さあドラのチーソーです吉田、ペンチーソーを払ったところ、うん、まあ観音そばちょっと窮屈ですけど、うん、ドラ切ってね動きが入るのは嫌ですからね。さあドラ引きは藤島、一回観音ピンと打つ、単野を見ながらってことですね、うん、だから、うん、泣ける範囲が出たらもしかしたらチーするかもしれないですね、うん、あ藤島チーシフトにマンズを変えましたね、うん、おりゃやっぱあれなんですね。本当79回戦でもいっましたけど、泣き主体が泣きがあるからこそやっぱ単用に寄せる手組み、うん、そういうことですね、動ける形を選択するってことですよね、うんうんうん、佐々木くんは白ポンしてテンパイ取るかな、どう、あポンテンまで来てるんですね、ポンテンなら取りそうですか、両面ですね、リーチもあるから日かけたいところなんでしょうけど、どうするかな、周りもね進んでることですから、あ間違いないですね、リーチできるのがね一番いいんですけど、はい、佐々木が2枚目の白をどうするか、そうトーンが打たれて病2枚目ですね、はい、2枚目のトーンを泣いて目いっぱいだったらペイなんですけど、うん、目いっぱいにはせず、
誰かがリーチ来た時の受けも多少考えながらってことですね。うんうん、藤島両面両感のいいシャンテンになっています。そしたらこれで一面つ、ようやくちょっとね、時間が白ですよ、白。白はポンして天下ですか。病に動きも変わりましたしね、はい、親の佐々木、白ドライチ、リアンウッソー待ちの天敗です。リアンウッソー待ち、1、2、3、4、5、山に3枚、まあ、連チャンに重きを置くってことですよね、親を続けるってことを。はい、病に仕掛け入って、あ、天敗だ、貫禄ピンな天敗は藤島、うん、1、2、3、親の現物だから、今うんうん、ローピンは山には現状ありません、はい、まだ変化もありますし、両面とか3色の手代わりがありますね、こちらです。まあ、サブローワンスライドしてもいいペーコンになるしっていうね、タニャオドラドラだけでも十分高打点、はい、さあ流派切りにくいか、ションパイだったんですね。うわー、はい、佐々木シャアのアンカン32歩一気に、アパーマンがシンドラか。まあ、現状は5800ですね。ありがとうございます。ハクドライチ、うんうん、6% の下、5800だと高打点ですもんね。まあ、十分ですよね、うんうん、このルールだと5800ってなんか低そうですけどね。あ、確かに公式ルールとかやってるとね、はい、5%高えって思いますけど、はい、思わないですか、友武さんは。まあ、高くなったけど、ローマン3万が現物、佐々木に。いや、6万は切りやすいですよね。うんうん、そうですね。藤島、これでダマ点で満貫になりましたが、ローピン山にはありません。打たれることがあるのか。山井君も天敗しない。あ、天敗した。さあ、ウッパーマン、ウッパーマン対貫禄、あれ、まあこれシャンポンなら上がりがあるか。いや、ウーピンが今通ったんで、ウーピンの方切ると思いますけどね。うん、そうですね。チーピンが切れないんですもんね。はい、しょうがない。さあ、積もりました。ハック、ドライチ、テンパネ、パネ、パネ、2000は、2100オールの上がりです。十分ですよね。めちゃくちゃ嬉しい。2000は2100オール、佐々木の上がりです。連チャンいたしました。トンの一曲、日本馬。ドラドラだ。あら、まあ、切ってますね。ドラキューピン。あ、いいですね、いいですね。リーチ。ニサシの3色見えるんでね。吉田がトンとシャーがドイツ。一色手にしたいんでしょうけどね。どの色でっていう。どの色だ。どの色。まあ。ドラキューピンでピンズなのかと。ちゃんとはもあったんですけど、今急速から外したんで、それは見ないってことですね。マンズとピンズどっちにするのって感じですよ ね。なんかああいうの本当なんか選ばなかった方がめっちゃ来るみたいな経験とかも、ね、よくねありますよね。川に同じ色ばっかり並べてしまうっていうのがよくあるんですけど、これこっちで貼ってるなみたいな、本当よくある。さあ、佐々木が手がなんかめっちゃ良くなったな。カムピンね、赤で引いたんで ね、はい、トン、トンは吉田動きません。うん、目いっぱいにしなかった。これでマンズかな。うん、マンズっぽくなりましたね、なんとなく、うん、はい、本当はドライラの方にしたいんですけどね。そうですね。藤島、いいシャンテン、こちらですね。あ、これでチートイツですね。あ、チートイツもいいシャンテン。チートイツのいいシャンテンでもあるんですけど、そっか、本一でもブロック足りましたけど、うん、あ、トンに仕掛けなかった。じゃあチートイツか。チートイツですね、うん。吉田2枚目のトン、泣かなかったので、おそらくもうチートイツで行くでしょう。どっち外していいか分かんないからでしょうね、多分。トイトイにするのか本日にするのか。そうですね、悩ましいから自分で決めなきゃいけないっていうのが大変なんです、ね。はい、これでいい形になったね。はい、三面ちゃん、両面両面、親番の佐々木です。ローソーがあんこ、なんかゴツゴツしてきちゃったんで、あ、おー、噛んだ、噛んで、噛んが多いな。シンドラパーピンです。ドラチパクとかでピンズを持つとゴールデンメンツですよ ね。ゴールデンメンツ。チーマンの暗冠は藤島、チーマンの暗冠は藤島、トンが逃げれなんですよね。さすがにね、ここから本日はちょっと厳しいですから。厳しそうですね、そうですね。シャアもないんで、うんうん、さあどうする。
関数そのところを払いました。藤島いいシャンデンですか。はい、佐々木が勝負ってチャンスで、残して、はい、広げていきます。ドラ、佐々木はイースーソー、イースーチーピン、あーテンパったよ。ウーソーでいくんですか。ソーズがパラパラと切れてますね、はい、これ山井くんのウーソー危なくなっちゃうから、ね、もしかしたらそうですね。ウーソーは、あーお見事、すごい関数ローソーね、決めたんですよ。藤島の先制リーチは2ピンと9万ですね。1万自分で暗算してるじゃないですか、はい、罠ですよこれ、はい、9万がだけど1枚切れてるんですけどねめちゃくちゃじゃあちょうどいいじゃないですか。誰も止めれない。9万1枚2ピンも1枚ですね。2ピン1枚、あだから佐々木君が2ピン持ってるから9万1枚ですね。9万1枚ですね。でもこれ9万で補充したらほんにゃろめーって、うん、いや、ねえ、ね、自分で罠引いといてなんかでもこれこういうの自分で罠引くと自分で積もるみたいなことありません、うん、これ積もると3個なんでね、高いですね。積もりたいですよね。積もりたい。あ、テンパったテンパったテンパった。イースーチーピン現物だ。現物でドラも目立たないですからね。ね、ドラ現物ですもんね。佐々木ピンフドラさんのこれ漫画おやまんですよ。イースーチーピン危ないよね。イースーチーピン危ないな。イースーチーピンやめて。リャンマン通ってる。これで3色があるからウーワン切ってリーチですか。え、でもリャンマンが現物ですよ、はい、あでもそっか、チーマンアンカンだからウッパーマンもなくていうか、はい、いやすごいの来た。イースーチーピン待ち、佐々木の追っかけリーチ、チーピンだとスチーピンだと3色なんでなんかめっちゃ高い、はい、決めに行きましたよね。さあ9万1枚対イースーチーピンはまだ数えていません。かなりあるんじゃないですかありそう。とりあえずスーピンがないんだ。スーピンがなくてイーピンが2枚、チーピンが1枚かな。イーピン2枚、スーピン、あ、チーピン1枚っぽい。9万も1枚。上がれるときはチースーピン、あ、チーピンの可能性はなさそうですよね。イーピンが2枚、チーピンが1枚です。うん。イーピンで上がる確率が高いですからね。うんうんうん。え、吉田これ、ね、詰まってますか。テンパイ崩してたんですが、はい、うんうんうん。え？山井くん嘘切って目いっぱいにするのこれだけど危ないよね。テンパしたらチーピン出る可能性もあるからね。危ないですよね。嘘いきますか。安全牌がないんですか。おそらくローソですか。ローソは親の中筋あ嘘ですね、まあうん、目いっぱいですよねこれ。わあパーピン怖かった。嫌だよね。親にもかけられたら西馬君もね。やだやだ。9万そんなに深いのと思うよねこれ。ねえ、だって罠引いたのにせっかく、誰も持ってないのも分かってますからね。ねえ、そうですよね。ベッタベタに降りて安牌足りてればですけど、9万はだいたいみんな。ああ、流局しちゃうのこれ。しちゃうよ。しちゃうよ。あと、あと1回ずつですね、積もる。最低で積もれば8000ゴル。さあ、藤島、どうなの。いやー、高めよ、高め。面ピン三式、ドラ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 8本、はい、裏が1個あったんでね8本折れました。佐々木久人の24000、24000は24600さあ決めました。佐々木きたーって感じですね。藤島絶望パーピン中期で、ね、だって9ピン絶対でしょうって思っての、うん、まあ9万ですね。あ、ごめんなさいごめんなさい、9万ね、うん、9万絶対でしょうって思って、誰も持ってないとは思わなかったですからね。一番硬い人が持ってた可能性が高いってことですね。ワンパイか、すごい深かったか。さあ佐々木2万4000決めて連チャンです。あのトーン1曲ね、ゼロコンボとかまず親が落ちそうなところから、はい、粘ってね、テンパイできて、うんうん、めっちゃ繋がってますね、そっからですからね。さあ藤島トンの1曲で飛んでしまったぞ。連チャン中トンの1曲3本馬ドラリャンソー、もうこれはいくこれ手がいく来てますよね。またただ3色見た場合はドラが出ていくっていうね。あー、どう判断するか佐々木、はい、まあ持ってるのが赤嘘なんでどっちもどっちですから。そうですね、そうですね。
なんかこういう時ってね、うん、あの元ドラの方がポンされたらここから赤切るとか、はい、そういうのもありますけど、まあ普通はね赤切られてもドラさんにはならないんで、うんうんうん、これイーシャンテンですよね今、うん、関数ピンリアンウーアンですか、まあ、差し子に、はいね、差し子があるんで関数ピン生まれをね高め休めがあるから、いやもうこれどっち埋まってもリーチ打つと思いますよ。それレアンソウウソどっち切ります、関数ピン生まれはウーソ切ります、あのレアンソ切りますよね、うん、高めがある値段は変わらないんで、うん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 、6000オールある方を選択しますよね、うんうん、はい、藤島は白が統一、これリャンマー回った時も多分即リ打つと思うんだよな、うん、3ピン外さない、ウーピン外さないと思うんだよな、うんうんうん、リーチ赤い地下で、はい、即リーチ関数ピン今の勢いだと誰も逆らえないでしょっていう形で、ね、ありますね、逆らえない、いやただ数ピン4位はこれで三面茶になっちゃったから、あそうですね、これで自然と十分ですね、はい、不確定要素の3色よりはってことですね、うんうんうん、病は初と社、あの薬牌がね2つ統一なんですよ、うん、あ初でも握れ、あ違う、うんそうですね、初握れだな病、うん、なので今無理せず本質の方向には進めなかったってことですね、これでまた話が違ったけどもうそうですね、初志貫徹ですね、ピンフドラドラ十分すぎますね、はい、さあ親が赤ウーピンもつもぎってきたぞ、まずいぞ、うん、9万ですか、単葉含み9万の方が安全っぽかったですか、あそういうことですね、うんうん、さあペンチースを引き入れて吉田天杯、天杯だ、ん？ん？天杯だな、上がりました、ウッパーピンです、ピンフ、さあ吉田が佐々木の怖い怖い親を終わらせました、うん、ピンフ線は1900の上がり、はい、まあ上がることが最優先でね、親を連チャンさせないっていうのが最優先でしたからね、今の流れだとね、はい、そう思いそうですね、もう親が赤ウーピンまで切ってますからね、はい、怖い怖い、はい、嫌ですからね、はい、吉田病から線は1900上がって佐々木の親は終わらせました、結構大きな意味がありますよね、ありそうです、佐々木ね、もう来ます、うん、あーチュンコ第一つも、さあ吉田親番です、トンの2曲ドラウーマン、あー藤島もまあまあ形悪くはないですけど ね1、2、3の3色見てですか、うん、リャンソーからイースそこで、うん、吉田はチュンがアンコリーチまで持っていきたい、できれば本一もつけたいんですよ、おーピンズ、はい、できればですけどね、確かにあのマンズとソーズがカンチャンカンチャンですもんね、うん、これただねちょっとね時間かかっちゃいそうな、さあ病が一気通貫含み、だから難しいところですよね、親なのでやっぱり上がりに重きを置くのかっていう、うんうんうん、ドラがないんでね、あチーピンがあんこ、いやでもそれでもですね、とりあえず握れの白切って、はい、切ってみて目いっぱいにしたいんですけどね、本当は、うん、今藤島くんがくっつきのイーシャンテン、はい、ウーピンとローソーのくっつきのイーシャンテンです、藤島ん、なんかこちゃこちゃすると3色ならないかな、さあ佐々木が初をポンしてローピン9ピンシャンポン、辛いな待ちがそんな良くないから、はい、まあ変化はするんでね、うんうん、あれですけど赤ドラだこれでね、いや来たよ、一通ですか、そうそう、一旦急走切って、はい、まあチーするかな、おローピンが変わってスチピン、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 1、2、3、4、5、意外とまだ残ってますね、ああいや天杯なんですよ、カンローピンなんですけどどうするの、取らなかったら補充、取らなかったら補充しそうですね、で闇点だ、さすがに1枚切られた後なんでね今ね、うん、あんパーソンの方にしなかったですね、ゴロチの3色に変わる可能性もあったんで、佐々木さんですか、はい、あこの後にパーソンを取っときたいとかですかね、うん、どうなんだろう、まあ、危険度は想像に関しては一緒なんでね、うんうんうん、いけー勘ですかこれは勘が多いですね、ねえ親番吉田チュンの暗冠です、普段公式ルールだともっとそれでも出ないもんなね、今日めちゃくちゃ出ますね、多いですよね、さあシンドラ9万吉田1枚乗りました、
藤島これで急に積もぎりリーチとかあるかな。あ、これは嬉しい。6球ピンに変化しましたからね。佐々木とりあえずチーマンはピョっていきました。まっすぐですね。はい。6球ピン。いや今佐々木くんがまっすぐチーマン切ったんでローソ切りづらかったってことですね。うんうん、6球ピン山に2枚残っております。これスチーピンなんか残ってますよね。スチーピンさっき3枚だったんですけど、そうか、ここに1枚しちゃったのか。そう、2枚とかになってる、うん、あ、もっと少ないな、5、6、7。あ、1枚かな、かなりないんですね。スチーピン1枚ですね。1対、ことは見た目は6球ピンの方がいいってことですか。1対2。山危ない、球ピン。いやでも、あー、9ピンだ、まっすぐ行った。さあこれが藤島の上がりとなります。リーチピン風裏市ですかね。裏市、お戻らないもんね、はい、さあリーチピン風裏市3900、藤島が少し取り返しました。病からの上がり、病なんか今日うまくいかないですね、ちょっとね、自分が上がりに向かった時はどうしても論敗が出ていってしまうっていうね、はい、なんか嫌だな、嫌ですよね、うん、やっぱ白打ったのが相当ショックがあるのかな。白って何でしたっけ。統一落とししたら当たっちゃったチート打つですけどね。あれ傷つきます、はい、ああそうですね。との3局です。山井の親番頑張りましょう。今藤島君の手がワクワクしそうなんですけど、お、見てみましょう、見てみましょう。いや伊達さんはワクワクしないかもしれない。そうなんですか。ちょっと待ってくださいね、これちょっと待ってください、ね、これの次ですけど、ね、はい、いや絶望なんですけど絶望じゃないですか、ね、いやもうだって藤島はだって国士とか見てないですよ。もう見てない。いやいや、何、どうドキドキワクワクするんですか。ちゃんとか純ちゃんとかいろいろあるじゃないですか。これちゃんととか純ちゃんですか。だから最初に数万から切るとかね。あ、なるほどなるほど、シャアも9層も残ってるんですね、はい、いや絶望ですよこのハイパイもらもう終わっ、はい、この曲終わりだなって思っちゃう。まあ普通に進めてもなんか上がりがちょっと厳しいじゃないですか、まあですね、うん、だからこそ、はい、大振りでちょっと、うんうんうん、周りに対して嫌な感じを、皮つくっ、はい、感じを与えるっていうかね。藤島さん真逆の手組みしてますけど、はい、うん、おそらくさすがにタンヤオにはちょっと行きづらいし、うーん、ドリーム、はい、ドリーム、まあ上がれなくてまあそうですね、はい、そこまで積極的に上がりに行く手ではないっていうことですよね、うん、でなんか安全っぽい牌も抱えつつみたいなイメージですかね、はい、赤ウピン引き吉田、あらつもぎりだわ、もう想像の方に、うん、気がいってるってことですよね。ただイーストは切ってるんですけど、うんうんうん、でもうまくね、そうですね、チーピンパーピンの部分がなくなればいいだけですから、はい、メンツできちゃった。あ、これにしょうがないですか。これね、ちょっと痛いですけど、切っちゃう手もあるんですけどね全部一メンツ、はい、ペペペってまあだけど親がねやっぱり、うん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 、手が軽そうなんでね。そうですね、なんか皮が、うん、おとなしいじゃないですか。親と藤島だけがまともに進めてそうな皮してますか。どう、そうですね、誰が早いか遅いかはちょっと分かりづらいんですけど、うんうんうん、そうですね、これで佐々木と吉田がめっちゃ早くて高いパターンもありますもんね。もう佐々木くんは今数ピンつもぎって、まあ、E ピンも切ってるんですけど、はい、あんまり積極的には上がりにいかないってことですよね。そうですよね、チートイツでなんかふんわりって感じ、はい、さあ病これはどうする、どこの立つ払うかですけど、受け入れだけ考えんだったら、お、振り点部分を切っていきましたね、はいはい、島も、いやどうしましょうか、うん、1あんこ、まあ左側の自敗を全然手かけてないんでね、うん、そこは大事に持っておきつつですね、受け重視っていうかね、はい、さあ貫老ピン、いや3色あるんですね、これ殺しのだから貫老ピンとウーパーワンにするのか、まあそうですよね。友竹さん3色見つける速度尋常じゃないですね。いえいえすぐ3色見つけてくれる。ウーピンが3枚皮に切れた、うん、だ吉田君も想像に行っときゃよかったかなと思ってるでしょうね。あ、なんか数層地層9層って皮に並ぶとそうですね、確かに
一メンツ落としは勇気がいりますよ。あ、まあこのルールは特にそうですけど、スピードが鈍るんでね。うん、うん、あ、ドラのペイ重ねた。マリアンスですか。はい、吉田ペイ茶ですよ。うん、イーシャンテン。サブロスがちょっと少なくなってきてるんで嫌でしょうけどね。うんうん、ただペイとチュウは佐々木がね、これ1枚ずつ持ってるんで、うん、酸素切られちゃった。チーしますね、さすがに。はい、チュンペイバック。まあ、どっちが良かったかなんですね、これ。というのはピンズの一面ず切ってると、メンホンチートイツテンパイしてるんですよ。ああ、それ言われちゃうと。どっちが良かったかわかんないんですけど、うんうんうん、あそこでローピンをピュッと切ってるとね。さ、藤島からの先制率は数値層、ペイとチュン1枚ずつあるのかな。ありますね。チュンは誰も持ってませんよね。あ、1枚ずつ、あの、あ、佐々木が持ってるの。佐々木が1枚ずつ持ってるんで。あ、じゃあ川に1枚チュンが出てるから、ペイが1枚です か。 あ、じゃあドラバックかきついな。でチュンは出そうな気もしないでもないですよね。藤島の川はね、唯一というか、うん、普通ですもんね。吉田君も、まあ、両面いやいや泣いたんで高くは見えないじゃないですか。ドラで、うん、ドラがあんこっていうパターンもありますけど。あ、でも佐々木なんなんですよ。大丈夫そうだな、わからないですけど。吉田ね、だって三層4枚目でしたもんね、うん、今に。いやでも吉田だからな、吉田だから高いあるな、うん、あるんですけどね。ドラアンコだけですよね。うんうんうん、そうですね、ドラアンコで一色ではないですから、さすがに。そうですね、この川でね、一色言われたら、あ、天界だ、ウッパーマン、ゴロチゴロチゴロチ、やばい、ここでいけるか。ウッパーマン対スーチーソー、ウッパーマン対スーチーソー。ウッパーマンの方が圧倒的に強いですか、これ。どうなの、ウーワンが残ってますからね。吉田は押せるの、リャンピン。押した、押したわ、押したよ。ああ、びっくりした。スチーソーも意外とないんでね。そっか、さあ残り1巡となりました。パーワンがここに来ちゃったから、ウーワンが残ってますよね。高め高め。ああ、スチーソー、スチーソー当たり、スチーソー当たり。2人に通ってないんですね、スチーソー。ただ藤島現状リーチのみなんですよね。吉田どうするかな。スチーソー当たり、やめるんだったらチュンですか。うーん、我慢するかもしれない。ああ、やめた、我慢だ。うん、さすがに厳しいか。さあ、ってなるとウーパーマンが、ウーワンが残ってますよね。ウーパーマン、ああ、流局です。ワンパンです。あ、チュン、あ、そっかそっか、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました、はい、吉田切ったんですね、失礼しました、はい、さあ、流局です。病と藤島の2人転敗で流局いたしました。まあ、吉田君としては当たってたのねってなりますよね。うんうん、よかったよかったって。まあでもどうなったの、ね、ただ1300だったのかって思うかもしれないし、わかんないですよね、裏柄が。裏が見れてないですからね、はい、うん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 。それよりも自分がなんだ、思い切っていけばよかったなっていうのもあったと思うんですよ。うーん、なんかね、空いた手が8000とかあるとよしよしって思うんですけど、1300だとなんか、ね、どっちがいいか悪いかわかんないです ね、 ですね、はい。ただ病上がれずでしたが、連チャンに成功。やっぱりね、M ル、うんうん、で1300って考えづらいじゃないですか、リーチかけて。いや、1300はないですよ、ほとんど。ほとんどなさそうじゃないですかねって思っちゃうけど、はい、たまにある。ありますよね。まあ、でも裏さんとかね、あるかもしれないから。そういうことです、うんうん、多分裏ドラ2個ぐらいあったよねって勝手に思えばいいんです。思い込んで、思い込んで、そうしましょう。藤島がドラドラです。これはいきそうだけど、うん、いい手。あ、目いっぱいにしなかったんだね。あ、佐々木ヤクヤク本一見そうだな。もう見ますね、赤ウーピン切ってるってことは。はい、赤ウーピンビシ、はい、3巡目。いや、気になるな、赤ウーピンビシってされると。まあね、パーピンから切ってるのを見てもうんうん、うん、何かに向かってるなっていうのはありますから。思いますね、思いますね。だってパーピンドラ表示牌ですよ、はい、ドラドラの可能性もありますけど。あ、ね、ありますね。でもなんか切っていい理由があるわけですもんね、はい、さあ佐々木トンのポンできた。 あれ、はい、どういうことですか、友武さん。一歩二歩あるし、ああ、そんな小さいところ、ま、自分はトップ目だし。57,900円、はい、相手の反撃をさせないっていうか、そうなんだ、そうなんだ。残る形が悪いからでしょうね。まあそうですね、カンリャンマン、うんうん、はい、悪いですもんね。そっか、
これトップ目じゃなかったらまた違ったかもしれない、ね、まあ、違うかもしれないですけど、うん、それは分かんないんですけど、うん、要するにこの曲を上がりに重きを置くか点数に重きを置くかで進め方って違うじゃないですか、うん、はい、だから佐々木君は上がりに重きを置いたわけですよね、うん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 、さあ吉田関連装引きでドラの9ピン打ちます。ドラの3色ですね、ペン3ピン、 ありがとうございます。リーチはペン3ピン、良さげですよね、いいピンローピンの切り出しなんで。ああ、山鬼2枚あります、3ピン、うん、だけどね55っていう切りがちょっとえって思うわけですよね。赤ウーマン、赤、まあ確かに赤ウーマン切ってウーソー切って、うん、あのこれもやっぱちょっとで線、あの山の線限牌は普通か、でもちょっと変則ってあるかも、変則ってあんのかなって思いますよね。だけどチートイツだったらドラで待つでしょっていう、うん、吉田君だったらね、うんうん、だってこれローピン皮に切ってて E ピン3枚見えてるから、うん、ペン3ピンあると思わないですか、まあ下の3色はちょっとボケやすいですよね、うん、あるんだったら上の3色で、上の3色か、3ピンは山に2枚、どうなの、まあ、佐々木君は受けながらですか、うん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 、無理はする必要はないんでね、3ピン、あ、ぐね、あ、止まんない、いや、そうですよね、はい、3ピンは盲点になるんで、そうですよね、リーチ3色、裏は乗りませんでした、乗ってよってない、乗ってない、はい、乗ってないですね、乗ってよって思ってるんですけど本人はそうですよね、渾身、渾身でしたから、ね、はい、さあ吉田、リーチ3色、5200の1本は5500の上がり、佐々木ね、だって3ピンめっちゃ安全に見えちゃう、ね、うん、もう見えますからね、致し方なし、盲点になっちゃうんで、うん、はい、まあ、吉田君からすればしてやったりなんですけど、なんで裏ドラの前だってことね。ね、5人もまあ高いんですけど、はい、ね、せっかくならね。トンの4曲ドラパーソーです。ただ佐々木君から出たっていうのは大きいですか。大きいですね、うんうんうん。一応1万点差が縮まるわけですから。あ、5人直撃そうですね、はい、うんうんうん。自身がトップ目指す上では、はい、意味ある上がりだったっていう、うんうん。さあ親番藤島。現在200点持ち頑張りたいぞ、うん、ここでね、はい、1万2000とか上がれればまた気分も、うん、また3色、ペーポンしづらいんですけどね、どうしますかね、自身の風、1枚目は多分泣かないと思うんですけど、はい、やばい、だから藤島君も3色見るのか、はい、受け入れを重視するのかですよね、うん、3色見ながら、ね、まあ一応チートイツも、うんうんうん、ちょろっと考えてってことですね、はい、これでも、吉田も3色、はい、1,2,3 ですね、ぶつかりますよね、ペーアンコったよ、ペーアンコって2ピン、関連ピン、藤島勝ち、もう3色1本ですけど、結構ね、まだね、ネック部分ありそうですが、佐々木がイーシャンテン、1,2,3の3色、3人やってますからね、え、ちょっと待って、本当ですか、本当だ、誰が上がるか、本当だ、あ、まあ1人3色、3人ってわけじゃないですけど、山井君は上だからあれか、そうですね、まあ端っこの3色か、はい、1,2,3,1,2,3,7,8,9、さあ藤島手が止まりました、いい急ぎり、佐々木チートイツっぽかったんですが、これポンしてテンパイ取れるんでね、はい、メンツ手でいいシャンテン、初拍のポンができる、山井の仕掛けです、ペンチーピンのチー3色のテンパイ、カンパーマンですか、ペー3色ドライチカンパーマン、藤島の手に2枚、うん、山にはあないですね、山に0、藤島がなんかなんか怒って出ることがあるのかな、いやー今な何が起こると出るんだろう、これ1万切るんでパーマンは切らないんで、うん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 、当然藤島は1日3でピンズを抜いています、はい、カンリャンマンって結構残ってるんですか、これカンリャンマンは山に、あ、1枚ですか、1枚ですね、1枚ここに統一ですからね、山井も出ないですもん ね、あ、でもそっか、リャンマン、山井が持ってきたらつもぎってくれそうだから、はい、可能性はありますよね、山井か藤島が持ってくればか、リャンウピンも残ってる、うん、これリャンウピン1、2、3、
五山、あ、嘘、四山です。フールに入ってた。あ、これで3枚。一番嬉しいのがちょっとなくなっちゃったんですけどね、リアウピに関しては。うんうん、赤ウピ。はい。吉田くんが進まないですね。そうですね。藤間君の手をどう見るかですよね。ピンズなのか。あ、さっきハツがあんこってスーチーピン待ち。スーチーピンは、あ、手の内1枚、意外と良さそうですよね。手の内1枚、皮に2枚ですね。あ、で、風呂に1個、4山。ドラのパーソーやで。さすがに切りづらいですね、これ。山井くんも頑張れない。これ何切んの、ペイ切れば硬いですけど。あ、いった。なんか山井今日すごいよ。すごい。勝負どこと見たわけですか。佐々木くんに上がられたらもう、この場合自分がっていうことですね。だって佐々木の顔スーソーあってね、裏筋的なあれですけどね。あ、リャンワンがなくなった。あ、リャンワンなくなった。藤島の上がりがこれでないかも。ウーピンチーで。ウーピンチーですよね。カンリャンワンですけど。ウーピンチして管理はもない。佐々木のスッチーピンは4枚ぐらいさっきあった、うん、藤島現状上がりありません。病もありません。山にはありないので、山にあるのは佐々木のみ。山井くんが押しましたからね。ね、なーに、教えて。白、ションパイは嫌ですね。親に切りづらいんですね。藤島は1、2、3、3、4、5でピンズを入れています。さすがに3色とは思いづらいところもあるんで、ファンパイのシャンポンが考えられるんですけど、いった、すごっ。あ、この回押し切るってことですか。まさか、まさか、すごいな。いけます、白とか。ちょっと行きづらいですけどね。パーソー、な、佐々木くんにも危ないしですね、ですね。親にはもうほぼほぼファンパイって言ったら破滑になっちゃうんで。チュンも、チュンも行く。行きますね。一枚切れだったんですけど、でも全然怖いですけど、ね。やめる牌あるのかな、山井。やめる牌は、だってなんかなさそうですよね。大体行きましたよね。はい。え、藤島経典と思ってるのかな。それはないと思いますね。な、あ、ここで山井が三素でやめた。1、2、3、3色があるかってことですか。ということか、ということか。あ、そこはやめた。あ、ここまでめっちゃ押してましたけど。ただ依然佐々木のスーチーピン山に変わらずやな。変わらず4枚。誰も持っていかないもんね。いや、持っていかないです。誰も持っていかないね。確率がかなり高くなってきたよ。ただ今日ワンパイ4山もありましたからね。どうかな。え、まだ変わらない。すごいよな。佐々木つもばあと1回か。ドラを通してるんで、ドラ切りますよね。ね、掴んだ。あ、掴んだ、いった。これが佐々木の上がりとなります。リーチ初赤、リーチ初赤、裏は乗りません。佐々木の上がりです。5200の上がり、藤島から。まあ、山井くんがね、押し切るかと思ったけど、三素でやめましたね。なんか押した藤島、上がった佐々木より山井がめっちゃ今印象に残ってます。すごいな、オフェンスマスター。これがねえ、リーチに一発目ドラですからね。ねえ。さあ、難入いたしました。難の一曲、ドラはチュン。佐々木のも山井、まあ、難しいところですけどね。どこまで押してどこで引くかっていうのはね。いや、本当にそうですね、うんうん、自身の上がりがあるかないかっていうのもあるんで、時間かかりすぎたってとこですかね。かもしれないですね。カンパンはいつまでたっても、上がりがね、自信ないと思えば。はい。病はシャーガとイツシャーチャです。藤島これでペン3品引き、あ、また3色か、ね、ちゃんたか、順調丸見えですよ。順調丸見え、ね、ただドラをどうするかですよね。ドラのチューンが1枚だから、それを生かすんだったら純ちゃんを諦めてちゃんとドラドラでもいいかなっていう、うんうんうん、佐々木と藤島が1枚ずつ注文持っています、うん、あ、カンサンマン3色見たもんね、2写真がね、うんうん、最初に罠引いてますからね。ただ1が出やすくなっちゃうんであんま嬉しくないんですけど。あ、確かにそうですね。2、3だと4は出にくいんで、スチソが全然ありますからね。いい数層はともかくとして、だから今 E ピン取っとく手もあったんですけど。ああ、1、2、3に、はい、移行するっていうのもね。
ずらせたらいいな。ただ単葉もなくなるし、そんなのは私は好まないと、うん、一応これでイーシャンテンですね。イーマンと数万で大違い、ね、数万持ってきたらつもぎっちゃうんでしょ。おえ、友竹さんはそれ系ですか。はい。あらららららら、いやだから別にそこのメンツは嬉しくないんで、4が来ても、うん、ドラキって1300は取りたくないじゃないですか。そうですね。逆に言うと4切っといて別にチームが重ねれば3にって外せるんで、うん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 、っていうことですか、うんうん、1は使ってあげようだけど、使ってあげようだけど4はね、今日はね、4はやってませんよってことですね。はい、さあ山イーシャンテンです。赤赤シャーワと地風、うん、だチーピン引いた時ですよね先に。うん、そうですね。イスマ、うん、まあ出やすいのが1の方だから当然リーチは打つんでしょうけど、はい、第1弾2でもあるし、川ね、これですよ、出たよ出たよ出たよ、これ取らないですよね普通。さあ藤島苦悶の表情、不安、うん、の眼差し。今の点数状況を考えても1300で親に行きづらいじゃないですか。そうですね。9ピンチューンが重なればシャンポンで OK ってことですね。チーピン握れも不満、まあそれもありますねって感じですか。ただだけどチーピンはありそうですからね。ああ、そういう意味では確かに山には残ってそうなんで。そうですね、チーピン2山、あでもこれでね、これでね、後継リーチかドラか。だけどな、ドラ切って1300にはしたくないな。ウーマンとか来てくれればあれですけど、はい、ないからな。シャアは山に泣ける牌です。泣いた。あサブロッソの展開、サブロッソですか。泣かなそうでした。いや2枚目なんで、うん、2枚目、はい、仕方なしです、ね、3900ありますから、うん、泣いてもおかしくはないですよね。なんかもうしょうがないですよね。藤島君がどうなるかだね。これで1万引いてきたらあっちゃーなんですけど、あっちゃーチュン通って、はい、チュン通って、チュン食い上げられたってことですか。食い上がった、食い上がったんだ。あ食い上がったんだ、はい、え食い上がったんですか。はい、え藤島に重なるはずだった。そうですね、シャア泣かれたんで、まあしょうがないんですけど最悪や最悪や、1万も食い上がった。いやまあまあしょうがないんですけど、まあまあまあはい、シャアは出ちゃうんで、うん、そうですね、はい、牌の並び一つで、はい、一つですよ。ていうか佐々木にやスーワンコイーシャンテンやないですか。佐々木がスーワンコのイーシャンテン。ただサブロッソ強いと思うんだけどな。サブロッソ川に意外とないんですか。これもうかなりショックですよね。ショック。チーピン握れ。はい、チーピン握れです。9万も2枚に出てるんで。えあじゃあゼロか、はい。ゼロなんで。空点。そっか。苦難続きますね、はい、だからあそこで数万切っとくとどうなったかなっていうのがあったんですけど、数万つもぎってね、はい、振り手のイソワンになってるんですけど、はい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 、はい、あ、噛んだ。チーソワン噛ん、佐々木親番の人です。リャンマン、シンドラヤンマン、つもり数万コエーションテンナバ、順目がもう少ないですね。まあ出たらポンしてテンパイ取りますね、この順目ですからね。シンドラのリャンマン、赤ウーマン、どっちもどっちですけど、どっちもどっち、どっちもションパイかな。いや1枚藤間君、ね、リャンマンが1切れか、あウーワンの方ですか。赤にした、ポン、これがテンパイが入る、ね、ポンされちゃうっていう、ね、まあ、選んでポンされちゃう。まあまあしょうがないですけど、どっちを切るかなんで。イスチーソ、ロース、イスチーソ、あそうですね、この打たれたローソーが病の当たりとなりました、うん、シャードラドラ3900の上がりです。まあ、リャンマンとウーマンの安全性を考えたんですけどね、山井くんはね。ね、そうです、ね、自身がローマンアンコなんで、あー確かに確かに、カンリャンマンはあるかもしれないけどってことですよね、うんうん、ありそうありそう。吉田の宝珠となりました。山井3900の上がり。さあこれで少しですが加点して、うん、何二曲です。何二曲、ドラスーソー、お、良くなってるね、良くなってる。単品ペーコードラの、うんうん、形が見えますからね。はい、こちら藤島悩ましいな、悪いの。え、もう6万とかいかないですか。いやもう友竹さん行かないですか。だって友竹さん、え、半分国士見ながらもう行かないですか。え、だって自敗何種でした。 1,2,3,4,5,6,7 7種ですよ。
だから普通にやっても時間かかるんで。本一は残したくないですか。ああ本一なるほど。わかんないですけど。ああなきにしもあらずけどね。それぐらいですか。さすがやな。さすがです。いや、うん、もう、はい、周りにプレッシャーかけるだけですよ。うんなるほど。さ山いいシャンテンです。あこれちょっとマンズ伸びてきました。まあマンズに行きますよね。うんうん、いいそこら行ってもう3品切ってるわけですから、はい、やばい吉田山井くんはくっつけなんでね。うんそうです山井がやっぱり一番良さそうに見えますね、はい、ドラ引いた時にカンウソのテンパイ瞬間は取るんでしょうけどね、あんまり上がれる気がしないですよね。カンウソになっちゃった時に ね、 そうですね。もう場に1枚切られてるわけだし、うんそうですね、悩まないいい感じのところが来てほしいな。今もチーピンね、つもぎったんですけど、はい、つもぎってました。マンズの方がくっつきが、まあ、ロキューマンの方がね、ありそうだってことですよね。うん、うん、うん。3ピン自分で切ってるけど、周りがよく見えるのか。数ピン来た時のことを考えてるんですね。どっちがいいかなんですよ。ね、これ悩ましいですよね。あ、残した残した。うん、くっつきの形を取ってますから。藤島の仕掛け、ベンチーマンのチー。なんかね、はい、3ピン周りよく見えますもんね。くっついた時強そうだし、椅子ピンになってもいいなぐらいですよね。リャンピンここに4、いや、カンリャンピンないんですよね。カンリャンピンだけは嬉しくないですよね、取らず。あ、でも馬強よしでリーチしちゃう。あ、スーピン食い下げられた。うわまたそんな、またそんないや、でもリャンピンゼロだったんで、はい、リャンパーピンだからだけど。あ、でもそっか、パーピンがあればいいやぐらいでしょ。いやですね。あ、2回目はどうなの。いや、取らないでしょうね、意地で。意地、意地を見せる、うん、さあ藤島はペンチマチ、チーソも食い下がってますからね。まあ先にリャンプアピーになっちゃってるんであれですけど、うんうんうん、チーマンを切らなかった場合は、あ、親番吉田ドラスースを切って目いっぱい問わせず、あのチートイツの子ですよね、はい、パーソは切っちゃってるんで、うんうん、一応テンパイですか。山井くんはシャンポンで、うん、ありがとうございます。パーマンローソンのシャンポン嬉しくない、一番歓迎しない形になっちゃいましたけど、あのこの後チーソーさん切れか、うん、上がれる感触がほぼほぼないですよね。ねえ、これでねチーソー持ってきても振り手になっちゃったしな、はい、まあ、ドラは下がるし、もうやめてよ、ね、めちゃくちゃだ、だから藤島くんのペンチマンチーがかなり ね山井くんにとってはね、本当ですね。佐々木カンパーマンのテンパイです。いや本当ですね。うーん。パーマンローソー。あ、リャンマンを藤島チーしてまだバラバラ。あ、でもこれプレッシャーかけていくんだ。ローマン余らせて。もうほぼほぼ上がりはないから相手を下ろそうっていうかね。うん、ねっていう感じに見えますね。誰も行かないね。行かないね。3万も切る。3万も切る。そんな言うこと聞いて、点数ない人の言うことなんか聞きたくないっつって藤島のジャンプとか分かってるのかもしれないですね。それもあるかもしれないですね。だから吉田君もどれにしようかなですよね、うん、チートイツ、はい、受けのあれですから、チートイシャンテン、どれにしようかな。さあこれで、これすぐくっつきですね、次回のくっつきにしようです。ねえ、はい、藤島1234567891って満足は、ね、いつはできてます。だから本一じゃなくてもいいんですけど、はい、いいんですけど、こっからさすがに時間が、これ乱層とか残すんですかね。いや残さないでしょ、残さない、さすがに、うんうんうん、佐々木はこれでウッパーマンに手代わり、佐々木は白のテンパイを入れています。病はパーマンとローソー初、うん、いきましたね。一、ね、枚切れだったんですけど。怖いけど。藤島もチーソーとかつむぎりですもんね。うん、さあ、うん、バーマン、赤ウピ。まあ、吉田君はちょっともう厳しいんで、はい、無理はしないと思います。今も。いや大丈夫です、山井さん。藤島さんはこんな、こんな感じです。まあ、さすがにね、そうは思わないでしょうか、ね、思わないです、思わないです、怖すぎる、マンズ2枚余ってますからね。だけどみんな押してますからね。お見事、押し切った。
病の上がりですつもタイヤをドライチ2000オール。いや、1000、2000でした。あ、おい、失礼しました。病の上がりです、1000、2000。そっか、え、子供であんだけ押してたの、うん、まあ、藤島くんも子供だしっていうことですよね、うん、あ、なるほど、なるほど、なるほど。藤島くんが親だったらまた話は違ってたんでしょうけど、え、うん、もう今の上がり感触あるんじゃないですか、ね、あれだけ押し切って、シャンポンで。やめてよって感じでしたでしょうけど、うん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 、自分の高くなるものを全て食い下げられたわけですから。そうですね、そうですね。さあ、これで南三極病の親番です、うん、ドラがローピン、ドラがローピン、押し切ってね、上がり切りましたから、うんうんうん、この親番はかなり期待が持てるって思ってるでしょうから。いや、もういいシャンテンですよ、年単品のいいシャンテン。なんかドラもないのもなってなりますよね。なりますね。タイヤをピンフで役があんのは嬉しいですけど、うん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 、そんだけなのって感じしないですか。でも大丈夫です、これもう今もう大丈夫です。大丈夫大丈夫。年単品ははい6000オールの可能性を含んでるんで、一発持ってくれば、そうそうそう大丈夫です、大丈夫です、大丈夫大丈夫って何ですかねさあ、ここでウーマンの方を切っていきました。山井、はい、完全イシャンテン。だから3ピンの方も残したのはローピン食ってた時にウーパーピンになるし、そうですね、はい、まあマンズのジャントでもいいんですけど、はい、受け入れがピンズだけになるよりはってことでね、うん、はい、マンズもあった方がいい、増えますからね。イシャンテンですか、はい、イシャンテン形まだいまいちですか。まあ役は今のところね、はい、ある形にはならないですけど、うんうん、佐々木現状大きくトップ目、吉田と山井が2着争い、うん、ただ山井ここで4000オールとか引けたらぐっと迫りますよ、うん、これでね、佐々木もこのままトップで終われば200超えますからね、はい、トータルが大きく上に宮内さんまではまだ届かないですけど、うん、宮内は258持ち258ポイント、はい、4位にはなりますからね、うん、前田くんはかわすんで、はい、うん、ね、イシャンテンから長いですよね。嫌ですよね、こういうのね。藤島が動きました。リャンソーポンドラドラ赤の手配です。タンヤオですか、はい、藤島も2もマイナス6。さっきはね、みんなに来られちゃったんでね、また来られた時どうするかですよね。いや、でも来られたいんじゃないですか、今回は。打点があるから上がりたいから。ええええ、さっきとは違うから。さっきは嘘だったけど吉田何のポンです、何のポン、あ、2枚目うわ、ドラ4、藤島イーシャンテン、ダイヤオドラ4、うまくいけばね、うんうん、いいんですけど、はい、いや、前くんが本当に来た、やっとテンパイですか。メンタンピン、数値ピン、数値マン待ちです、山井。さあ、これを受けてタチャはどうする。藤島はドラ4で、はい、行きますよね。これドラ4だったら怖くないかもしれないですね。まあ、いやでもね、ただ赤が2枚まだ人の手の中にありますしね。あ、でもドラ表が赤ウーピンで、あ、そっかそっか、自分で赤ウーマン1個だから1枚はあるんですね。最大赤ウーソーがあるか、ローピン1個あるかですかね、はい、ウーソーもビシーといく。山井の町は数値マン、もう佐々木は親に逆らわないですよね、うん、あ、吉田がテンパイ取りました。何赤1のウー、あ、赤ドラか、ウーパーピンですね、ウーパーピン待ち、うわ、パーピン、あ、ね、いや無理だ。自身でローピン3枚持ってて、ドラ4の手でした。藤島なん赤ドラ、吉田の上がりです。3900で、はい、まあ吉田君はね、3900じゃ物足んないんでしょうけど、うん、山井君に上がられちゃってもね。そうですね、なんか、ね、はい、ちょっと離されても2着となっちゃうし、はい、さあ藤島踏ん張りどころです。オーラス何の4局、あ、いいじゃないですか。うん、いや、まだ足りないですか。いやいや、親なんで少しでもいいですからね、うんうん、上がり続けるしかないんでね。はい、さあドラチーピンです。もう、あ、いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか。山井くんと吉田くんはもうしょうがないんで2着目指してですね。そうですね、トップまではちょっと遠いんで、はい、3300点差、100万円やんなくちゃいけなくなっちゃうんでね。そうですね、
もう2着を2人は、うん、ってなるとあれじゃないですか、この藤島の親番持たないみたいなやつじゃないですか、うん、そういうことなんですよ、ね、佐々木も上がれるなら上がりますもんね、自然に。そういうことですね、全員がだから上がりに向かうんで。え、だってこんないい手なんですよ、親番藤島。だいたい点数がなくなってくるとダメ辛いんですよそうですね、だから自分がいいじゃないですか、うん、ってことは周りにもっといい人がいるって思いながら進めた方が、え、そうなんですか、はい、自分が一番いいって思っちゃダメなんですか。まあだいたい苦しい状況でそんな、うんうんうん、すぐ上がれそうな手が来るっていうのはおかしいでしょって思うじゃないですか確かに、だって急にね、そんなここまで苦しかったのに、はい、ってことはスピードで勝る人が一人ぐらいはいるよねって思った方が、なるほど、もしくは自身が進まないとかね。あ、確かにここまでこれだけ手材料揃ってるけどってことですね、はい、後が続かないっていうかね、うんうんうん、病は初統一に、あ、まあ、これ抜けますね。これ3900上がればありますから、はい、2着になります。赤ドラ、赤とドラあります。お、いいシャンテンですか。いいシャンテン、広い広い、広いですね。広い。え、これリーチ親番藤島が言えばね、言えばね。言えばですけど。言えば、あ、でも病もちょっと薄かもな。どうなんだろう。どうなんだろうな。これ違う。切りづらいんですね。3色考えたんですけど、考え、あ、2、3色か、そんな、はい、そんなことはやってらんないと。あ、しかも数ピンが自分から4枚見えてたから、はい、3ピンがすごくよく見えるんですよ、ね、っていうことですね。とはいえ、うん、想像の部分が確定してないんで、うん、広さには逆らえないですし、はい、いやー、それならねって思いますけど、しょうがない、うん、仕方ないんですけど。サリャンウソ、リーチ、ピンフ、赤、ドラ、ローマン、リャンソーはテンパイだ、リャンソー、うん、え、いるね、いるね、1、2、3、いますよね。4ローピン切りづらいですよね。4山切りづらいです。さあローピン切ればテンパイですが、サブローソのシャンポも悪くはなさそうですけどね。ローピンはちょっとね、親には切りやすいのかな。チーマンとかスーマンは、スーマンは現物、うん、あ、ここは、ここは我慢だ。山井くんもいるんだよね。一旦中、そうですね。さあ、リャンウソ、てかリャンウソ掴んだのか。掴んだね。あと3枚です、リャンウソ。ウーソーの方だけですね、残ってんのは。うん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 。ウーソーが3枚ってことか。あ、じゃあ2差しならないからよかったですね。藤島。まあ、闇点にはしないでしょうからね、うんうん、2差しになって。あ、そっか、闇天だと山井から出るがあったってことか。ありますけど、二差しで、そっか。いや、なかなか闇天にはできないでしょうから。あ、あ、どっち切るのこれ。危ない、危ない、宝珠だ。さあ、これが藤島の上がり。リーチ、ピンフ、赤ドラ、リーチ、ピンフ、赤ドラ、裏ドラが1個ですか。あ、裏ドラないのか。表ドラですね、はい、表ドラか。さあ、藤島が12000、ここでようやく大きな上がり、うん、対して病が12000宝珠で、2着の吉田までが16900とかに、うん、15900とかになったってことか。ちょっと離れちゃいましたね。これで藤島くんが近づいてきたってことだよね。うんうんうん。まあ2着取るのも難しくなったんで、はいはい、羽マン積もって100点上ですか。遠いな、大変だな。藤島くんがポン入ったんで、多分もう山井くんは無理はしないですね、はい、親に上がられて自分のね3着今現状が危なくなるのは嫌でしょうから、うんうんうん、親の藤島は白を仕掛けています。白のポン、もう連チャン重視ですよね。はい、ドラチーマン、うん、もうリャンピンはすでに2枚ないんで、これうーん、転配するにはペイが、お、本一に行った。本一行った。大きく。上がるなら大きく。吉田は初射、薬杯が統一です。お、病。羽マンがあるのか。どうなんだ。羽マンにするにはちょっと厳しいですね。赤とね、うん、赤とドラは
タニヤオピンフレリーチかけて、あ、これちょっとはありません、ちょっとありません、ね、ローマン引きとかで、はい、いや、チーマン重なってもいいんで、チーマン重なるのが一番早いんじゃないですか。確かに、メンタンツモドラさんでいいんで、ね、ツモドラさん、うんうんうん、嬉しい。さあ、藤島ペンも仕掛けられました、うん、ドラいいシャンテン、ドラ打ちまくっていって、うん、打っていきます。で、山井くんも好き勝手はできなくなっちゃいましたね。親に上がられても嫌なんで。そうですね。親の1万ですか。あ、これあるのかな。メンタンツモドラドラ裏とかでもいいですよね、はい。山井は藤島の神茶、藤島は白とペイのポン、うん。さあ吉田が789でマンズを仕掛けました。カンパーマンの地。一応夜会2つ統一なんでね。うん。初とシャーの。初シャーバックの形、はい、もう吉田は終わらせましょうと。もうこれ以上ね、うん、傷口は広げたくないとか、自身のね点数を守りいくこともありますし、初が負けます。吉田が初を仕掛けてシャーとウーソーのシャンポン待ちの転敗、狙えるんだったらパーワン取っとくんですけどそうですね、はい、貫通になった。貫するかな、まだしない。いいシャンテン。さあウーソーはありませんが、シャーが、シャアが2枚生きています。吉田、これでももしかしたらシャア藤島に打ちづらいとか思ったら、うん、あードラ出ちゃうんだよなこれな。しない、あー行くんだ。ヤマイのリーチです。リーチ赤の老朽ピン、しなそうでした。まあ2着狙うんだったら ね、 ね、これでは現状直撃で裏ドラ条件ですから、まあ、これで3着で終わらせましょうっていう意味合いが、そういうことですね。あ、掴んだ。あ、いや掴んでない。6球ピン待ちです。ただ切りづらい、全然切りづらい。やめましたね。あ、抜いた、うん、直撃はね、はい、直撃はねやっぱりね、あ、一発つもリーチ一発つも単4枠裏ドラがあれば、え、あるよ、あれば、あ、ないんかい、あればでしたけど残念でしたけど、一発で高めでしたからちょっと期待しましたが、はい、さあ病が2,400、2,100、4,100つも上がって、これは吉田はかわさずの終了となりました。トップから佐々木、2着吉田、3着山井、4着藤島の並びで終了いたしました。さあ以上で80回戦が終了いたしました。これでね、佐々木くんがかなり上位に進出しましたからね。佐々木今日本日トップでしたね、はい、200超えますね、超えましたね、超えましたね。対して藤島が先ほどね、はい、今日3着で、先ほどのちょっとラスがね、はい、大きかったんでね、大きめのラスだったんで、これマイナス圏内におそらくいっちゃいそうですね、はい、山井くんもそうですね、今ちょっと3着だったんでね。あ、そうか、山井と藤島があれか、はい、4-3、3-4だったんですね、はい、で佐々木が1-1、吉田が、うん、最初のラスが山井くんがちょっと大きかったんでね。あ、そうですね、そうですね。じゃあ山井と藤島がちょっと大変な位置に使ったかなという感じです、ね。まあどうしてもねこういう結果になりがちですけどね、うんうんうん、もう終盤に近づいていけば自分の点数も合わせなくちゃいけないんで、そうですね。だから山井くんに関してはねかなり苦しい展開でね、ただなんか本当に山井の戦う姿勢がすごい面白かったというか、あの一発目でねドラ切ったのとかね、うん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 、佐々木は相変わらず、ね、なんか魔王様っぷりがしっかり見れましたけど、知らない間になんかトップ目に立ってたというか、最初はまあ、うん、80回戦に関してはね2万4000が効いて、そのまんま逃げ切ったって感じですけどね、うんうん、なんか佐々木ってボカーンって大きいの上がった後に、はい、なんか全然すごい守備がめっちゃ硬いというか、無駄な向上がなんかすごい少ない、だからそのメリハリが効いてるってことですよね、うんうんうん、イメージがありますね。自分がリードしている局面と追いかける局面ではやっぱり打ち方が多少違うっていうか、うんうんうん、ですねですね、何でもかんでもリーチっていう一辺倒ではなくなってきてるんで、そうですよね、はい、はい、といったところで次回81回戦82回戦のお知らせです。次回81、82回戦は滝沢和則、岡田紗友香、近藤久春、中田かな、実況は中野妙子、解説は山井博史でお送りいたします。というところで本日の成績表はもうちょっと時間かかりますでしょうか。いかがでございましょうか。もうちょっとかかるかな、うん、吉田くんがちょっとあんまいいとこなかったね。吉田でも4000、8000上がってましたよ。だけどあれ1個だけみたいな感じになるじゃないですか。なんか
二の矢が放てなかったっていうかね。そうですよね、そうなんですよね。上がった後にもう一上がりできればまた展開も違ったのかなっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あでも今日のあの4戦8戦以外ちょっと大変だったじゃないですか、はいはいはい、を考えると2着2着はとても上々、まあ、上々だとは思いますけど本人は全然満足してないですけどもっとねボハンボハンって決めたかったでしょうけどね、はい、どっかでね花火をドカーンと上げて、まあ誰でもそうなんですけど、うん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 、シリスボーみたいな嫌じゃないですか。そうですね、そうですね。なんかね80回戦に関してはまあそこまでいい形があったかなっていうとなかなかない。自分で積極的に行った時もあ、でもあれがありましたよ、あの渾身のペンサンピーの3色ね。だからあれ裏ドラ乗ってれば渾身なんだけどそうですね。はい、得点表の準備ができたようです。乗らなかったからな。さあ、そうですね、これで佐々木がトータル4位まで来ました。 236.1 ポイント。うん、そして本日2着2着やった吉田がプラス 36.9 ポイント、うん、少し点数伸ばしましたね。そして20位に山井博士、これねちょっとマイナス益に、まあそうですね、うん、ちょっと辛かったですよね、行ってしまいました。そして藤島もそうですね、3着4着でマイナス益に来てしまいました。ちょっと今日ねお二人が辛い一日でしたね。まあ上と下が順位的にちょっとね、うんうんうん、分かれましたね、分かれちゃったんでね、3、4は入れ替わりましたけど、はい、1、1、2、2、3、3、4、4だともっとひどい結果でしたですけど、ね、そう、4、4は本当にもう4、4は100以上落ちちゃう、はい、いうふうにありますからね。はい、といったところで皆様ご視聴ありがとうございました。友竹さんもありがとうございました。 ありがとうございました。それではまた次回のフォーカスタイムでお会いいたしましょう。さようなら。